いらっしゃいませ。ビッグカメラ池袋本店の携帯コーナー担当すさまと申します。よろしくお願いします。モバイルバッテリーのおすすめ3点のご紹介をさせていただきます。お出かけ先や出張先なんかでスマホの充電がないって時に活躍してくれるのがモバイルバッテリーですが、今このモバイルバッテリーでもプラス1の機能がついているものが大変人気となっております。まずは1点目がこちらのアンカーのナノパワーバンクと言われるものでございます。こちらよく見ていただきますと、この上の方に iPhone とかの端子が挿せるライトニング端子って言われるんですけど、これがもう地下についております。この iPhone の方にこう挿して使うことができたりとか、通常のモバイルバッテリーですとこう線とかをつないでいただいて、で iPhone とかあとはスマートフォンを使っていただくって感じになります。そうなってくるとどうしても線が邪魔で使いづらかったりだとか、あとは線が絡まっちゃったり断線しちゃうってリスクがあるんですけど、このコネクターが一体型になっているタイプですとその心配がございません。2点目がこちらのエレコムのAC プラグ一体型モバイルバッテリーでございます。ここの部分にコンセントの AC プラグがついております。どうしても出張先や旅行先でモバイルバッテリーそのものの充電がなくなると、スマートフォンとは別でケーブルを用意したり充電器用意したりして、それも充電する用の備品とかが必要になってきてしまいます。ただしこちらの AC プラグ付きのモバイルバッテリーであれば、これ一つをそのままガチャンとコンセントのところに挿していただいたら、これは充電できますし、コンセントに挿していただいてケーブルを用意いただいてスマートフォンを充電していただくってなってくると、これも充電できますし、スマートフォンも充電が可能になっております。3点目がこちらの CIO のスマートコビートリオと言われるものでございます。ちょっと他の製品に比べて大きめになっているんですけども、最大出力が 65W、すごくパワーが強いモバイルバッテリーになっております。スマートフォンの充電パワーデリバリーとかって言われるものですと 20W が定格になっていて、それ以上になってくるとパソコンとかタブレットとか用になってきます。スマートフォンはもちろんですし、タブレットパソコンも充電ができるので、出張先で、まあ、パソコンを使うであったりだとか、あとはお出かけ先で、まあ、パソコンソフトで何か編集をされたいってお客様に大変おすすめとなっております。この部分に残量表記でございますね。モバイルバッテリーに残量がいくつありますよっていうのがデジタル表記してくれますんで、あとどれぐらいあるのかっていうのはすぐ分かる仕様となっております。以上がおすすめのモバイルバッテリー3点となっております。ビッグカメラ池袋本店ではその他多くのモバイルバッテリーの取り扱いをさせていただいております。ご来店の際にお近くの販売までお気軽にご相談くださいませ。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。